はい、こんにちは。こんにちは。今回スキルを田村さんに今回教えるっていう企画で田村さんに来ていただきました。よろしくお願いします、岡山先生。あ、よろしくお願いします。お願いします。で、まあ、今回、田村さんに最初ファンダメンタルを少し教えて、で、まあ、あとは足の使い方だったりドリブルの1対1の抜き方を教えて、おお、嬉しい。ぜひレベルアップして感じてもらおうかな。おお、嬉しい。いいね。ファンダメンタル、基礎ですね。基礎の練習をさせてくれるということでよろしくお願いいたします。ただ1個だけちょっと言い訳と言いますか、はい、先に言わせてください。あの、昨日からずっと富山ロケさせてもらってますよね、はい、私ずっと機材運んだりとか今してるの見てますよね、はい、見てます。どこでか分かんないですよ。どこでか分かんないですけど、起きてる間に首寝違えたんですよ。あそれも吹き飛ばすぐらいのエネルギー、ちょっとだけ動きにくいという言い訳だけさせてください。分かりました。起きてたのにな、おかしいな。バシバシちょっと、はい、教えてください。お願いします。ツーボールからやります。最初はパワーポジションで細かいドリブルが、はい、こういう、はい、で顔を上げる、はい、ボールを見ない、ボールを見ない、まあ基礎的なところですけど、はい、大体まあ失敗するの怖くて、大体みんなここで、はいはいはい、慎重なドリブルね、はい、はいはい、なんで中学生とかに教えているんですけど、日本人はドリブルがすごい弱い、失敗するのが怖くて加減してしまうっていうのがあるんで、はい、100% じゃなくても 80% で成功する方を選んでしまうと。そうです、はい、なんでこれパウンドドリブルって言っても失敗してもいいぐらいの、おお、成果を上げて踊れない。まあ俺失敗しなかったんですけどまずはこれからちょっとやっていきます。 OK、 分かりました。もっと失敗する。何回？今何回？今25っす。ほんまかい？次は反応で強いドリブルで。この大小がもうこれ必要なんです。なるほど、やっぱでも強いね、明らかに、はい、しかもなんかかっこいい T シャツ着てますね。これは何ですか？この T シャツはぜひ。あ、なんかすいませんたまたまなんですけど、あの、私が今お手伝いをしているブランドがありまして、これヨースというブランドなんですけど、夢をつかむ人という意味なんですけど、この夢をつかむ人生になってほしいなと、みんなの人生が上向いてほしいという思いを込めて作っている T シャツを僕着てきたら、たまたま着てはったから、たまたま、購入させていただきましたありがとうございます。私のツイッターの方にご注文お待ちしております。他にもデザイン、色違いがいっぱいありますので、よろしくお願いします。ということで、まあ、宣伝が終わったところでじゃあ今やばい、この後の練習きつなるんちゃうかいらんタイミング出さんだかも。もうちょっと顔上げていこう。はい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 、あと5回です。はい、3、はい、はい、ありがとうございます。はい、ありがとうございます。こんぐらいやっぱ疲れるぐらいやらないとドリブル強くならないんで、かなりエアーしてましたけど。じゃあ次のメニューいきます。お願いします。次はね、ここに、で、これも細かいのと大きいのあるんで、最初はまず細かいので、これ本当に指先意識し、神経集中させてやってください。はい、あ、やばい、こう指先だけ、はい、指先、もっと細かく作る。ああ、もっとか。これぐらい。あ、そうです。これ俺のマックスやで。俺のマックスが今出てるで。田村のマックスが今出てるで。うん、えー、はい、これ本当に手首痛くなるんで、じゃあ次カモンバシバシいくんで。わかりました。次、まあ、今細かいのやったんで、あー、やべ、あ、あ、やった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 。で、次、おお、俺ボール見てますよ先生。はい、ベースアップで掲げて、はい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 、ナイス。指摘入りましたねこっちからも攻めるで、はい、ああ、やばい、ああ、やばい、強く強く、はい、あと10回、はい、やってんね、気持ちが強く、あー、OK、です。あー、遅いわ。今やったメニューを2人ペアで、リアクションとかバスケットボールってドリブルついてるだけじゃないじゃないですか。状況判断とても重要じゃないですか。大事です。かなり周りが見えてないと。ドリブルしながらロケに対して反応できる練習を今からやります。それは芸人としても大事なやつですね。そうですね、芸人としても重要ですわかりました。ですけど、田村さんがどっちか右か左合図出す、はい、合図出された方のドリブルを弱くする、出されてない方を普通にそのままつく、はい、1回やってみます。で、5回やったらスタンダードに戻ってやるっていう感じで、じゃあいきます。
そものドリブルが弱いね。もっと強くね。ね、これもやっぱ練習不足やわ。ちょっと明らかに弱くないですわ。次は合図出された方のドリブルとさっきやった、はい、細かいドリブルに変えます。両方意識しないとダメなんで、OK、そこ意識してお願いします。いきまーす。はい、あの失敗を恐れてとかじゃなくて強くつく力が残っていないんです。もう筋力不足恥ずかしい恥ずかしいです。最後ちょっとワンボールのメニューでやるんですけど、はい、ドリブルをついていない手すごい重要視されるんで、はい、それの能力を高める練習、普通のフロントチェンジするんですけど、はい、したら手をつく。見たことある。なんかありますこれ、はい、なおかつここのクロスオーバーの幅を大きく。おお、おお、かっこいい。おお、さすが。ありがとうございます。じゃあ10回ちょっと。ちょっとこれやったことないわ。カバーとフォアンドしっかり意識して。はい、わかりました。1、2、3、4、5。あ、取って。はい。1、2、3、4、5、6。あ、1、8、9。左手が。はい。はい。はい。何が難しいかというと、体は下がらなかったのにボールは上がってくるんですよ。動きとは逆に。それをしっかり押さえてコントロールするのが難しいです。じゃあ次ラスト、クロスオーバーから、そうそう、次レッグ。レッグビハインド。おお。これも全部一個一個手をつきます。いや、駅で終わった時大変兄ちゃん思ったけど、バスケになると全然ちゃうね、印象が。ありがとうございます。じゃあお願いします。クロスオーバー、レッグ。よし。なんかあるんですか。はい。ひょうひょうと言いやがって。次ちょっとテニスボール使ったメニューを教えたいと思います、はい。テニスボールはどういう効果があるんですか。これもやっぱオフハンドの、はい、今からやるメニューもオフハンドを意識したメニューなんですけど、はい、ドリブル中にボールを渡してもらいます。ここのオフハンド。はいはい、なるほど。ここの練習をやっぱドリブルするにあたってここをプロテクトしたり払ったり、チェンジした後にこう。もうこれ当たり前になってきてるっていう、はい、やっぱレベルも上がってきてる、はい、ドリブルのシュートの時って相当大事だもんね。一つのことをやりながらもう一つのことをするっていう、なるほど、メニューです。最初はまず普通にワンボールでドリブル作る。これもさっき言った通り強く強く。おお、いいね。田村さんにボール渡してもらうんですけど、はい、これを返す、はい、トラックするのはこれを返すから、ね、これやっぱフェースアップ顔を上げるのと強いのを意識してやるっていうのがとても重要になってきます。どっちかがおろそかになるんで、そこをやっぱり意識する。じゃあ次いきます。次は、はい、今はクロスオーバーやってたんですけど、はい、レグスルー。レグスルー。チェンジした後のこの逆サイドのオフハンドしっかりこう素早く持ってくる。わかりました、行きます。あ、逆騙されへんわ、冷静やわ。普段やってくるな、レッグするぐらい。ラスト、はい、はい、ありがとうございます。ほんまはもっとドリブル上手いねんけど、富山寒いから全身かじかんでるから俺今。
ってことは次ビハインドね。はいはい、やれやれ、はい。もっと強く、もっと強く、はい、ゴール見ない、はいはい、オーケー、素晴らしい、はい、反応力、はいはい、立場逆だったよし、もう何の時間やねんビビってつけないんじゃなくて自分のフルやねんけどそれが弱いっていう、目の前であんだけ強く疲れるから差をしっかり感じれて意識がめっちゃ上がります。もしかして、うん、これはもう本当やっぱ実践してくれてすごい大事やっぱ。でそこら次出すの。おお。右に来たら回してチェンジ、ボール方向に来たら空中に浮いてる間にチェンジして返る。おおすげえ、おおうまっ、おおおーかっこいい、こんな感じです。判断能力、しかもめっちゃ判断早いな。取る瞬間じゃなくて投げた瞬間ぐらいでも動いてるな。あれあれボール当たってます。あれかぶつい、はい、あ、これでいいね。おー、オッケー。あー、なにこれ、はい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 。41歳ってみんなが思ってるおっさんなのよね。脳が取ることでいっぱいいっぱい。こう。そうですそうです。はい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 。お上手。はいはいおい。慣れればできる。どんな人はもうね、プロ野球選手とか投げてもらって、大谷翔平とか大谷翔平選手投げてもらったらめっちゃうまくなりますよね。あ、フェースボールはこんな感じで。ありがとうございました、素晴らしい。ぜひやってください皆さん。ご視聴ありがとうございます。この動画が良かったらチャンネル登録グッドボタン、良くなくてもチャンネル登録グッドボタンよろしくお願いします。インスタ、ツイッターも始めたので概要欄からフォローお待ちしております。